こんばんは、エンジュです。こんばんは、ナツメだよ。ザ・セクシーブルテイル、続きをプレイしていきます。よろしくお願いします。いや、ここにあるはずだ。約束が違う。畜生め。こんなことが起きるとは。ルーカス、何をしでかした？誠に申し訳ございません。なあ、やめろ。やめてくれ、頼む。何が起きるのか、分かっていないだろう。ああ、まさにそれこそ間違いです。これから起きることは明らかです。これから何が起きるかというと、あなた様の胸を乱暴にも銃で撃たせていただくのです。床についた血を掃除するのが大変でしょうけどね。少なくとも銃はまだ撃てるのだからよしとしよう。変に聞こえるかもしれませんが、言うなれば、あなた様はついていますよ。プラン D ではあなた様を食材で死ぬまでオーダーする予定でした。我々双方にとってかなり疲れる作業になってたでしょう。だから不幸中の幸いでしたね。本当に。私の世界の一部にすることはできない。誠の意味では。
ただ一度目にすれば、この世界が我々にふさわしいものかどうか、自分で判断できるだろう。セクシーブルデイルの公爵こと、ルーカス・ボンズだ。ルーカス、私のルーカス。この男を裁くため、君たちをここに招待したのだ。いや、むしろ、刑を宣告するためには。彼が有罪なのは、日を見るよりも明らかだ。あなたは、何もわかっていないわ。お願いよ。彼は、いい人よ。いずれわかることになるだろう。よく見てみるがいい。まだ時間はある。たんまりとな。結局シックスペンスの計算通りか。全部の爆薬に雷管を入れてある。全部同時に爆発するだろう。ちょうどの夜中に。その頃には、12人のゲストは全員外に出て安全だろう。そして12人の目撃者が私の無実を証言してくれるはずだ。危険だ。だが保険金が。エレノアと私の新生活だ。今度はそんなに贅沢じゃなくていい。ルーカス、私のルーカス。彼はいい人よ。彼は重い。シックスペンス、残念だが、こんなの見たくないわ。お前の家はいらない。お前はがっかりするだろうな。お前ならもっとうまく小さく済ませただろうな。おや、あれはどこに？きっと他の部屋に置き忘れたんだな。ああ、目を背けるのか。楽だろうな、見なかったふりをするのは。私は全てが破綻しないように気をつけてきたんだ。完璧か？いや。だが、これが正しいんだ。我々にとって最もふさわしい答えなんだ。彼はいい人よ。彼は。我が美しい館、離れるのは寂しいな。お前は賭けでもあった。一度として元が取れたことがない。ハウスは常に勝てるわけではない。そしてお前に賭けるほどもう贅沢はできない。もうそろそろ元でお返し。なんだ、なんてことだ。ひどい。火事だ。劇場が、でもなぜ。カジノが、やめろ。やめろ、やめろ、やめろ。タイマー、何か不自由して。ありえない、なんでこんなことが起きた。外に出ないと。エリー、エリー。ダメだ、ダメだ。そんな、私はなんてことを。あの男は落下では死ななかった。いくつかの打撲と骨折はした。命は取り留
わかっただろう。この男が館に火を放った。だから保険金を欲したがために。館にいた者は全員、大雲や悪魔の魚や鳥が潰れたことが原因で死んだわけじゃない。この男が火をつけたから死んだ。私は館を起動させ続けた。血を脚色し、シャレを足して。だがこの館で起きた死の本当の元凶はこの男。でもそれが全てじゃない。あなたは分かって。十分すぎるだろう。我々はここで待つ。もしこれを解いて、この男を救いたいと思うなら、勝手にするがいい。止めやしない。まだ時間はある。たんまりとな。結局シックスペンスの計算通りか。全部の爆薬に雷管を入れてある。全部同時に爆発するだろう。ちょうどの夜中に。その頃には12人のゲストは全員外に出て安全だろう。そして12人の目撃者が私の無実を証言してくれるはずだ。危険だ。だが保険金が。エレノアと私の新生活だ。今度はそんなに贅沢じゃなくていい。重い。シックスペンス、残念だが、お前の RGA はいらない。もうやめて。お前はがっかりするだろうな。お前ならもっとうまく、小さく済ませただろうな。おや、あれはどこに？きっと他の部屋に置き忘れたんだな。グレイソンの誕生日にテキーラが歌った時を覚えてるか。あいつがあんなに赤面するのは初めて見た。私は覚えてる。待て、このワイヤーは切られている。誰が？これは、おかしいぞ。タイマーが、しくじった。これでは予定より早く爆発して、なんてことだ。仮面にお前を追いかけさせるのは終わりのようだな。そんな小細工は必要ないだろう。落下時を
こで何をしている。頼む。ここに来てはいけない。これには理由があるんだ。いや、むしろ、説明の必要はないか。すまなかった、我が友よ。話すべきだったよ。お前は真面目だからな。違うか？これからここに火をつける。私がここを愛してやまないことを知っているだろう。ここが全てなんだ。だが彼女のことは、もっと愛しているんだ。子供も生まれるんだぞ。そしてこの館、金がかかりすぎる。財産をすり減らしていく。私はもうただの若くて怖いもの知らずのギャンブラーじゃないんだ、ラフィー。感心しただろう？悪魔の甘いささやきには、もう乗らない。一攫千金を狙うのは終わりだ。この計画自体がスリリングだったことは認めるがね。だが、全員が外に出て安全が確保されてから爆発するようにセットした。館は焼け落ちる。暖炉が全部繋がっているんだ。使用人たちには爆破装置をそれぞれに仕掛けるように頼んだ。だが誰も傷つかない。ところがろくでもないことが起きた。このワイヤーが切られていたんだ。だがさらにもっと恐ろしい失敗に気づいた。もしワイヤーが切られていなかったら、全部の装置が2時間は早く爆発していたかもしれないのだ。きっと恐ろしいことが起きてしまったことだろう。そういうことよ。彼はそんなつもりじゃなかった。誰かを傷つけるつもりなどなかったのよ。お願いよ。お願いだからこの拷問を終わりにして。エレノア、君なのか？彼にはそんなつもりはなかった。だが実行した。そして皆死んだ。全員が死んだ。彼が皆を殺したんだ。していた全員を殺したんだ。友人、自分の妻、未だ生まれていなかった赤ん、我々に許される資格などない。彼らを忘れていいはずがない。わからないのか、こうして彼らを生かし続けたんだ。
このバディ、この日。苦しみが色あせないようにしてきた。彼らの顔がまぶたに焼き付いている。忘れられない。彼女は我々が自分を許せるようにするだろう。我々を解放するだろう。お前を生かしておくだろう。だが私はまだ準備ができていない。準備などできるものか。頼む。ここで見ることはすべて、狂った男の記憶よ。やめておけばよかったと、生きている間に一瞬も忘れずに後悔し続けている。たった一度の恐ろしい行動で、大事にしていた人たちを全員殺してしまった悪夢の夜を、何度も何度も繰り返している。この館で起きていることの元凶はたった一人の男なの。ルーカス。ルーカス。それと、ルーカス。随分年を取ったわね、あなた。時間よ。彼に会いに行かないと。もう40年になるわ、ルーカス。もう十分に苦しんだでしょう？起きた時に死にかけたの。それからは自分を罰するために生き続けているみたいだった。あなたは瀕死の状態で入院した。投獄された。でも十分じゃなかった。あなたは苦しんで、毎日私たちを思い出した。私たちはあなたを許すためにここにいるわけじゃない。あなたは許しなど絶対に得られない。私たちは消えて、何も言えなくなる。私たちが何か言ったとしても、あなたは気づかない。でも、自分を憎むのと同じくらいわかっていることがあるでしょう？心の奥底で、私があなたに永遠に苦しんでほしいなんて思っていないことは、わかっているはずよ。
っか、もう十分という日が来る。あなたが望むなら、今日がその日になるわ。あなたの準備ができているなら、忘れる必要はない。生きていけるくらい自分を許してあげればいい。彼の姿を見るだけでも私には苦痛だわ。私の姿があなたにとって苦痛なようにね。彼はこの館の王よ。あなたのありのままの心を体現した存在と言えるのかもね。もろく、ボロボロで、孤独。けれど凄まじく強靭。彼の怒りと苦しみと悲しみは、この館の破壊と再生を、優に10万回は繰り返せるほどのものだわ。ここに閉じ込められて、友人たちが何度も、何度も何度も殺されるのを、鏡を通して見つめている。彼はこの館の王。でも、傀儡の王。今こそ彼をこの苦しみから解き放つ時よ。仮面を手に取って、ルーカス。あなた自身を形作るものが戻ってくるわ。それから私たちを解放して。みんな、解放して。忘れるという意味じゃないの。愛しているわ。もう一つ選択肢がある。立ち去れ。時計を使え。時間を戻せ。パーティーをまた始めればいい。みんなここにいるぞ。共に会えるぞ。館も思い出も。諦めなくてもいいんだ。この場所はあなたのものよ、ルーカス。恐ろしく、壊れていて、ねじれている。ここに囚われる必要はないわ。私はあなたを愛した。私はあなたを愛していて、あなたも私を愛した。
あなたが後悔していることはわかる。これでは十分でないことも。でももう過ぎたことよ。少し痛みを忘れましょう。自分の人生を生きて。さようなら、あなた。さようなら、あなた。私がなんであれ、私はいつもここにいるわ。気が向いたら会いに来て。でもあまり長居はしないでね。ここからは新しい思い出を紡ぐとき。あなたにまだ残されている人生を生きるの。行動開始よ、ご老体。セクシーブルテールの物語はこれにて終了です。エレノアはルーカスを救いたかったんだね。全ては愛ですな。釣り目が言うと変な意味に感じるな。なんでだ。釣り目だから。何にせよ、ここからはルーカスの物語だな。後悔するだけじゃない人生を歩んでほしいね。エンディングはこのまま流すのでよければどうぞ。では私たちは先に失礼しますね。ご視聴ありがとうございました。Smile.